回去之后我看到这个纪录片感到很感动，那里有很多人的故事。把这种感觉通过媒体通过特别是网站这种新的媒体结合着当时的中央台的报道呢，给更多的人看到，这也是我们来的目的。做更多的对两国人民更有益的事儿，这是我们的最好的那个愿望和结果。震后一周年，中央电视台看见两国特派摄制组探望其现场，带回不曾公开的影像，倾听从未诉说的经历。因为三年前我们都正常的在工作，当时我在开会，突然间收到了这个网络上的一些消息，说日本大地震发生了海啸。当时电视当中看到了很多关于海啸的画面，感到这场灾难来得特别突然，也特别破坏力特别大，所以我们也感到都很震惊。这个事情过了一年后，我们也很想知道，就是这场灾难过后，那里的人民，那里的人们现在生活怎么样，他们在震后怎么在恢复自己的家园，也是我们很关注的，也想了解更多呢关于海啸的一些发生的一些事儿。那么这样的事情呢，可能会给后人能提供一些帮助，就他们在海啸当中怎么预防，怎么逃生，那么这些经验也能给后人呢一些经验传下去，以后再发生这种事情的时候呢，尽量使更多的人能有逃生的机会。我决定夏田的这个想法，就符合了夏田的想法，就是帮助他跟中央电视台北京中央电视台联系，介绍一个剧组呢到这儿来做了个一周年的专题的纪录片。那么这个纪录片呢，在七仙沼通过深入的体验和到那个具体的采访，做了一个回去之后我看到这个纪录片感到很感动。在跟 CCTV 一起来拍摄的时候呢，当时是不到一年的时间，将近一年。有一些是跟我们想象的不一样。我们之前觉得，因为日本这个各方面已经很发达，而且效率特别高。我们当时也不理解为什么还会看见，有一些建筑啊没有处理完。包括
还有一些这个比如说船呢、啊、还是在陆地上，但是我们后来通过采访了解到，因为这边呢对每一个地方清理的时候都很细心，我们看到他会把金属的拿出来，把跟个人有关的衣物啊一些用品啊挑出来，其他的才作为垃圾处理掉。那么像这样的事情我们了解了很多，逐渐的我们也开始知道这个其实灾后重建的工作要比想象的困难，而且处理的也很科学。回去之后我看到这个纪录片感到很感动，那里有很多人的故事，很多人在这场大灾难当中失去了家园，对家园的那种感情和留恋，和在这个大灾之后他们想对恢复自己的家园的这种细心，这一切的东西在这个纪录片当中表达的都很好，所以也让我很感动，就很感动的一部片子。我们先介绍一下这个片子回到中国，在中央电视台正好是我们讲叫机缘和缘分，正好是在3月11号，也就是大地震整整一周年的时候播的。因为那个节目每周播一次，那么正好时间上是重叠在一起了。那么在那个节目播出之前呢，中国的优酷网站呢，做了要对这个事情做一个，我们这次来采访呢，做一次相应的报道。那么我借着这个优酷网站的平台，我把我的作品展示给他们，同时也把我的经历呢，跟来采访的记者呢，也进行了讲述。当时在3月11号的当天呢，播在了优酷网站的首页，整个的流量呢是有31万多人呢，观看了这个报道。那么在这个里面呢，我们能从到日本的真正灾区，把我们的体会通过拍摄，通过讲述来介绍给中国的观众，对我们来说也是一种荣幸。我们也可以把这种感觉通过媒体通过特别是网站这种新的媒体结合着当时的中央台的报道呢，给更多的人看到，这也是我们来的目的。
ますよ。そろそろ鬼が来ますよ。二月三号，立春前一晚，32岁的岩手加代子拼命的喊，拼命的笑，希望能带动每个人。他是复兴乌台村的发起人。加代子算是弃仙沼的名门之后，去世的外公曾是当地颇有名望的医生，父亲也是很有名气的建筑师，他自己则在离弃仙沼100多公里的大城市仙台做着自由电视主持人的体面工作。是家乡的空前灾难改变了加代子的生活。海啸来临时，正在外地的加代子从电视直播里看到了家乡近乎地狱般的惨状。尽管后来得知父母因为家在高地安然无恙，但电视里灾情不断恶化的弃仙沼让他越来越不安。灾难的第五天，再也坐不住的加代子不顾父母的反对，回到了弃仙沼。避難所に見に行ったんです。行ったらまだ津波で濡れたままの服を着てる人がいっぱいいて、みんな裸足で、で震えてて、油で水と油の中歩いてきたり泳いだりした人たちなので、まだ本当にここに油がべったりくっついてたり、4日も5日も6日も経っているのにその状態で、これは大変だと思って、次はもう服物を大量に集めたりとか、そうしたんですけど。随后的日子里，加代子开始不停地往返于仙台和弃仙沼之间，做志愿者，运送各种物资。慢慢的，他开始想能再多做点什么。飲食店っていうのは気仙沼で約7割。南町といって一番の繁華街だったところは 100% 流されてしまったんです。でも皆さん包丁を持たせれば美味しい料理切れるし、そういう技術は持っていたので、であればそういうすぐにでも来て食べられるような場所が、すぐにでも来て作れるような場所があれば、この方たちの収入源にもなるし、で食べた方が温かいものを食べて元気になるじゃないですか。复兴乌台村就这样在一个年轻女孩的推动下开张了。加代子用自己的一些知名度和社会关系拉来投资和赞助，说服政府免费提供场地，在废墟上建立了这个为期2年的临时商业街。我们通过他了解到，采访的时候了解到，因为他是在弃仙沼长大的，然后去了仙台工作。那么包括这几天我们也了解到，其实很多年轻人他会离开自己的家乡啊，去一个更大的城市去发展。那么在这上一次的海啸来的时候的灾难上，他发现自己的家乡受了这么大的灾难。他开始去思考怎么对重新对待他的家乡，他返回自己的家乡，然后组织像志愿者一样的组织呢，为自己家乡的人去服务。那么通过一个大的灾难，可能对年轻人还有更多的走出去的人，那么会有一种反思。那么像这个事情上来说，也是一个给我们很重要的一个思考。这里面有面对着生命挑战的这种信念，也有面对着灾难时候的从容，还有面对着自己家乡的这种深深的情感。オープン当初からすごいたくさんのお客様に来ていただいて、そのお客さんは
この被災地に何かをしたいと思って来てくださる方だったりとか、あとは地元の方だったりとか、皆さんに盛り上げていただきました。で、店舗は多少入れ替わりがありました。自分のお店を持てて卒業して行かれた方だったりとか、あとはそうですね、また新たな道を選ばれたりとか、なのでオープンの時とは多少お店の内容が変わってます。で、あとは中にはですね、お弁当屋さんもできまして、横丁弁当といって、で、横丁の各店舗の味をお弁当の中に詰め込んで、それを仮設の方だったりとか、あとは企業の方だったりとか注文を受けて配達するということもやってますし、いろんな形で変化があります。で、ここはもともと3年という最初お約束で始めたので、どうするか今ちょうど運営の方で揉んでるところだとは思うんですけれども、私も立ち上げから、1年くらいで運営の方からは少し、距離を置いて、もう PR 係というか賑やかし係として、一応肩書きだけはいただいて、まだ残していただいてますけれども、実際はその運営の方に深くは携わってないんですけれども、ただ理事会などがあって話を聞くと、まもなく3年なので一度ここでリニューアルをしようという話にはなってますね。なのでお店の入れ替えもあるでしょうし、また新しい3年経って4年目に突入するところで、こう新たな、今までは復興がキーワードだったんですけど、そうじゃなくて、もう復興復興じゃなくて、これからはもう素の元気さというか、素の気仙沼の良さで売っていけるような、そんな場所にしたいというふうに思っていますし、そういう思いが皆さんの中にあるみたいです。私も気仙沼市町の観光の方にも委員会として携わってるんですけれども、やっぱり今まで被災地だからといって来てくださった方の人数っていうのもここに来てガクンと減ってますし、でもそれでいって気仙沼の魅力っていうのは、私たち住んでるものが再発見できた数年間でもあったんですね。で、ボランティアなんかで来てくださった方はまた帰ってきたいっていうふうにもおっしゃいますし、なのでもうこれからは持っている素材で勝負ができると思っているので、そこを形を変えて、もっともっとこう付加価値をつけて気仙沼というのを売り出していきたいなというふうに思っているんです。だからここの立ち上げの時に同情票じゃなくって目的を持って来てもらう場所を作りたいって当初私たちも言っていたので、まさにちょうどそういう流れになってるなって、もうあとは美味しいもの食べに来ようとか、あそこのおばちゃんに会いに来ようとか、そういう帰ってくる場所としての機能っていうのがここの役割になっていくんじゃないかなって思います。后来，人们意外地发现了这棵还活着的树，于是叫它“复兴之树”。55岁的田山仁义，家曾经在复兴之树对面。他原本在这里经营一家海边旅馆，海啸卷走了他的房子，还有三位家人。こっちの2階が残ってたんで、もしかしたらっていう気持ちはあったんですけど、で上がってってこう呼んだり部屋開けてみたりはしたんだけど、でもやっぱりなーっていう。乾杯。田山仁义现在是这家小酒馆的合伙人。三浦宪和田山盛宏是他以前的同行，三个男人在一片临时建筑里有了他们新的营生。
田山以前是海滩旅馆业的领头人，在当地商界很有些名望。乌台村筹备的时候，特意找到他，想请他带头来开店，但遭到了他的拒绝。まだ家族も亡くなって気持ちの整理がついてなかったっていう部分が一番ですかね。不过最终田山仁义还是接受了乌台村的邀请，并被大家选为村长。在乌台村开幕典礼上，他代表所有19个失去家园的商户致辞时说：在一段时间里，我几乎没有力气自己站起来，但是最终能迎接今天这个时刻，我不胜感激。ですね、本当に震災当日はもう自分の気仙沼だけにしてもどうなってるかっていうのが分からなかったんですね。本当にこれからどうしたらいいんだろうっていう思いもあるんですけども、どうにもならないなって、どうしたらいいんだろうっていうところから変わっていくのはやっぱし近くの友達であったり遠くの友達で、あとは親戚とかからまずいろんな支援をいただいて、でまあ当然日本中で世界中の方から支援いただいて励み走っていただいて、どうやって恩返しをしたらいいんだろう、何ができるかって言ったらやっぱり自分が一歩踏み出すことだって思って。やっぱしオープン当初はよそからお見えになる方が多かったっていう部分と、あと気仙沼で言えば京徳丸っていう震災以降ですね、丘に打ち上げられた船、あれがあった頃は旅行会社もそういった被災地支援ツアーみたいな旅行商品作って、観光バスで団体客をこう送り込んできたっていう部分があるんですけど、まあそうですね、多分船がなくなったのを境にそういった団体ツアーとかがなくなったと思いますね。結構来ていただいてますね、そういうお客さんも、はい、本当にありがとうございますって言うしかないですよね。で、まあ顔なじみになりますんで、近況聞いたりとか、御礼言ったりとか、そんな感じですかね。民宿やってたところが危険区域に指定なってるんですね。商業地としては多分いいと思うんですよ。で、ただ居住部分を今回浸水した高さ以上に持っていかないといけないっていう話聞いたんですけど、そうなると1階部分はまあ駐車場なり柱だけにして、で施設は2階以上に作らないといけないっていう。そうなってくると建設費もかさむし、お客さんにも前ここまで津波来たんだなっていうのがすぐ分かるじゃないですか。そういう施設にお客さんが泊まるかなっていう部分もあるし、新館建てて、20年くらいかけてやっと払い終わるなっていう時だったんで、またこれからでっかい借金して払い終わればいいんですけど。もう途中で何かあったら子供たちに負の遺産残すことになるんで、もうそれはしたくないなっていうのもあるし、thank you.
私は、この屋台村、震災後この村にお世話になって、なんていうんですかね、恩義っていうと大げさですけど、まあ、そういう部分も感じてるんで、なんとか継続できるうちはここで、やろうかなとは思ってます。今のところは、まあ、その時になって考えようかなって思ってるんですよね。っていうのも周りの状況ってやっぱその時その時で変わっていってるんで、土地の利用区分とかそういうのとか、あとは復旧の状態の変化とかそういうのがあるんで、またこの屋台村って気仙沼横丁っていうネームバリューはすごく広く浸透して本当に作っていただいたというかね、もったいない部分があるんで、その名前を下げてまたどこかでみんなでスタートして、常設的なその屋台村、魅力的な屋台村が作れて、気仙沼の観光の目玉の一つになれれば一番いいのかなとは思うんですけれども、ただそれぞれの店主がそれぞれの事情を抱えてますし、だからこれからは魅力的な店を作れる人を集めて観光地にするっていうような、視点でもいいのかなとは思いますけどね、かさ上げするためにもうちょっと行くと土とかそういうのが持ってあって、工事、気仙沼に工事を見に来るのかっていう感じですね。ご覧のように今やっとかさ上げが始まったというか、もう気仙沼中土が盛ってある状態で、車を走らせれば砂ぼこりがぶわーって舞うようなところなんですけれども、ただ町の形を見れば本当に復興が始まった、やっと再建が始まったばかりというか、そういったところなんですけれども、気仙沼市には防潮堤の問題がありまして、この海と共に生きている町、海が目の前にある町に今 9. 点何メートルの防潮堤ができるという、沿岸沿い全部ですけれども、そういう計画の中それを建ててしまっていいのかどうか、反対する方もいらっしゃいますし、賛成する方もいらっしゃいますし、そこの県との調整というのがすごく時間がかかった町だとは思うんですけれども、でもそれくらい私は時間をかけなきゃいけない問題だと思っているので、急ぐことによって取り返しのつかないことになるかもしれないし、私はこの景色が好きなので、海との間に私は壁を作ってほしくないって思っている方なので、それでいろいろとこの時間をかけたおかげで9メートルがこちらを上げることによって少し下がったりとか、いろんな交渉があったので、そのまま何も言わずに、はい、分かりましたっていう街づくりよりは、私たちがどういう街にしたいか、どう暮らしたいかっていうことを表にしっかりと出している気仙沼に、私はすごくほっとしたというか、街の人たちに、諸先輩方にすごく感謝しています。平成到平成三十一年还有多少年？还有五年以后才能开始盖房。震灾から就您说的再生土，再生土系。我刚才就是它的土需要再放一些年，是的。对对对，少し置いてから。压实了。そうですね。
土が固まって这就没遭到这个高度的就没事对对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 もう3年頑張ったから家建てられるかなと思ったらまだ4年経って結構心が折れちゃう人が多いですよね。そうですね。快要到3年了嘛。哦。所以等那3年这样的话，他们能自己盖房子，他们有这样的看法，可是还要等5年。所以很多人着急。已经不急了，不等。考虑自己盖房子。这样的看法已经没有了。啊と4年って思っちゃうもんな。还等四年。建一个新的，我们就很期待。いや3年前に来られた時、また新しいのを建てるチャンスを、再次だと思うんです。それで大変期待をしてました。小さくして、二人でこう回れるぐらいの小さくしました。一応こういう被災地なんで一度家も全部流されてますんでかさ上げとあと防潮堤ができるってことでここにギリギリやっと許可が落ちてどっちかというと防潮堤より最初に建てちゃったというような形なんですけど前のね国立公園の観光客の入りとかやっぱりお客さんが海に対しての方の恐怖心とかそういうのがまだやっぱり取れてないんでそれをどういうふうにこう緩和したいとかお客さんにこう食事の方でこう喜んでもらったりとかリピーターを増やしていくかとかやっぱり前とはやっぱりその震災前 の, その同じ場所なんですけどやっぱり環境も違いますしそこでやはり前と同じようなことをやってたは絶対お客さんも遠のいてしまうんでやっぱり自分での自立というか自分でやってますけどそれでもやっぱり先々やっぱり不安なところもありますし。これで良かったのかなと思うところもありますけどやっぱり自分でブレないでこうお客さんに喜んでもらうっていうこう気持ちがなきゃやっていけないっていうかそしたら借金もありますし不安なところもありますけどでも今来てるお客さんはやっぱりこうリピーターとか美味しかったよとかそういうのでやってますんでそこのところはやって良かったなとは思ってます。部屋はみんなこんな感じなんですよ。これ。眺め的にはすごいいい眺めはみんな全室。こっちは朝日見えるし、こっちも。
まもなく1周年、去年の5月、6月。6月21日ですね、オープン。はい、この1年どうでしたか？やはりあの、ケソのみんなでやったあの屋台村の、あれがあの練習期間みたいな感じで、結局ブランクがなく、仕事ができたんで、ある程度やっぱこなせました。あれがなかったら、3年間こう料理も何もしないで、こうすぐこういった形になったんですけど、あれがやっぱりいい経験なんで、人の接客とかそういうのがいい勉強になって、すごくやっぱあの気仙沼の屋台村がすごい勉強になって、いろんな人と出会えたし、やっぱあれが一番大きかったですね。でそのイメージをここにこうまた持ってくるような形で、この2年前に取材に来てくださって、その時あの建てるからねっていうのをすごくあの思いにあったみたいで、今回ぜひそこに行きたいということで来てくださったんです。特別高兴、因为我们之前也在想这个地方是在这里建呢还是在更高一点的地方建，现在看就是建在他以前的地方，而且景色这么美，一个是看的。ここから別なところに行くっていう気持ちは起きなかったんですか？まあ、別なところに移ってやるんでしたらやらなかった。やっぱここでもう一度こう仕事したかったって、ここに戻ってきたいと思いがあって、やっぱりそれがちょっと山に行ってもう一度同じことをやろうかって言ったら、確かに違うことをしてたかもしれないですね。やっぱりここにやっぱなんとか許可を得てここに建てることができて、やっとこうなんていうか形になりましたけど、これが別の土地を探してとかって形にならなかったかもしれないですね。もしかすると、あとこれ以上こんなに早くもできなかったし。先生は入ってみてどうですか？进来以后感到怎么样？这个民宿？你说我刚看到这一进来这么美的一个这个民宿的房子。就我很难想象三年前那场灾难给它带来了那么大的冲击。我对这个他就是咱们灾区的这个人的这种对生活的自信，对生活的自信和对生活的热爱，对家乡的热爱，就重新在这个土地上建立了几新的生活。我们刚才跟苏老师在讲，因为这次是过来工作时间短，下次我们想约我们的朋友到这里来住，约中国的朋友提前约好了，住在这里，很喜欢。这个是在北京普通老百姓喝的酒。これは北京の普通の一般の人が飲むお酒なんです。56度なんですか？56度、他是知道的，是不是？喝完了就会很有力量。对对。还有技能。すごいやられるんですよ。やられる。北京でこれ乾杯するためにね、こう一杯ずつ飲まなきゃいけないルールみたいな。もうね。跟他一起喝酒。たくさん持ってきます。OK。对对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 对1年間はやっぱり宿宿泊施設が気仙沼80軒台から30軒台ぐらいまで少なくなってましたんで、やはり復興関係のお客さん、ライフラインの仕事関係のお客さんとかはもうオープンすると同時にこう部屋をこう抑えるような感じで、ずっと1年ぐらいはほとんど満室で、土日も帰んないんで、あのずっと満室のような状態だったんですよ、1年ぐらいオープンして。でそれが少しずつこうなくなってきて、観光が少しずつ増えてきてみたいな感じで、でも今のところちょうどこうその仕事関係とこの観光とうまくいってますけど、結局復興関係が終わってしまうと、お仕事の関係の人たちがその復興が終わってしまうと、1年2年ぐらいでそういうのが終わってしまうと、ほとんど観光だけで食っていかなきゃいけないし、そのためには自分がどうしたらいいかとか、そういうのとかいろいろ考えてますし、本当はもっとこう
平日のこのお仕事関係がもう少し続くと思ったんですけど、やっぱみんなあのいろんな宿も できてきてるんで、そういうのとやっぱある程度の競争度があって、お客さんもいろんなチョイスできれますんで、食事だったらこうでも近あのできればね、あの近いところで取りたいとかそういうのもありますから、そういうのをこういろいろあの見ながら、それであとは観光とかそういうリピーターとかそういう仕事関係のこうずっと長く仕事をできるようにしていきたいと思いますね。すいません、ありがとうございました。99で、はい、すいません、99で、どうもありがとうございました。エルキレさん、すいません、はい、两年之后，再来看到这个七仙沼，包括鹿前高田，还有大船渡，我们的印象就是像我当年来的，一年的时候的期待一样。现在开始，进行了，更实际的，大面积的这种，我们叫灾后重建。其实我们之前也了解到，因为问过一些朋友，一年的时候呢，有一些地方还不知道那一块地的主人在哪里啊，有很多问题不可能去进行大面积的建设。那我想现在可能这些问题已经逐渐的解决掉了。很多当年已经夷为平地的地区呢，现在建起了新的房子。当然了，我们在七仙沼去看的那个临时的大排档村，也更火了，来的人更多了。同时，我们也知道这里可能像七仙沼已经订不到房间住的房间，那我们挺为此高兴，认为更多的人来到这里，包括本地的经济建设，其实面对这么大一个灾难，我想不管是我们，就是世界各地的，包括中国的人也好，日本的人民也好，还有当地人民也好，其实不是应该有速成的心理，应该更加总结经验，然后在一个科学的方法上能让大家以后避免这样的灾难的重发，重蹈覆辙，避免这样的事情重蹈覆辙。包括我的老师，我们大家在一起做这个事情的最终的目的，大家应该其实每一次来并不是说我们了解的东西越来越少了，而是每一次来都会听到更多的感人的故事。由于一些特殊的原因可能还没有让大家知道，甚至于可能就这个事情就只有本地的大家的内心中能感受到，但是我觉得日子会越来越好，建设也会越来越好，希望现在的灾区能建设的不错，也祝福大家。
間もなく震災から4年が経って、で正直3年も経てばもうきっとこの辺もキラキラするような輝かしい新しい街になってるんじゃないかななんていうふうに私も震災直後は思ってたんですけど、実際はそんなに甘くなくて、なのでそういうハードの部分での気仙沼がどうなるかは全然私も予想もつかないですけど、ただソフトの部分で言うと、どんな街にしたいか、どんな風な街で人を呼び込みたいかっていう部分で本当に連日のようにいろんな会議が行われてて、海とすごく近い街なので、それをまずは感じていただきたいなとか、私たちはこう船が出入りすることってすごく日常で普通のことなんですけど、でもよく気仙沼に来てくださった方はそれだけで感動したりするんですよ。だから私たちが今まで何にもないよ気仙沼って言ってたところがすごい宝がいっぱい眠ってて、でちょっとこうメガネを変えるとかちょっとこうするだけで気仙沼ってすごく見え方が違うところだと思うので、そういったことをたくさんこう引き出してこう掘り起こして魅力を伝えていきたいなと。そうすることによって気仙沼ってこの震災被災地っていうことじゃなくて、港町気仙沼、海の町気仙沼、元気な町気仙沼っていう形できっともう一度理解していただけると思うので、私はそこの部分でさらなる力をお手伝いをしていきたいなというふうに思います。说这三年过后，我今天我站到了这个曾经海啸冲过的之后的洗刷了这个城市变成平原的这个土地上。那么我在行走在这个土地上的时候呢，用自己的镜头，也用自己的眼睛和自己的心，在感受当时那一刻来时的那种感觉，就是那个海浪哈来之后那侵袭的那种感觉，在恢复的那样的一个对人们带来的一个伤害，在想着那样的一个伤害，那么也又看到了就是现在的我们的这个。当地的居民就在很努力的在恢复自己的家园，那么在恢复家园的这个工作上有条不紊的分门别类的在清理着自己的这个废墟，而且这个工作做得很细，那么新的一些民居新的商店也在这个新的土地上开始建立一个新的城市，那么虽然这个城市可能会要建到5、6年、7、8年需要一段很长的时间，但能感受到这个新的城市的这样的建起来的这么一个美好的前景，那么对这样的前景的生活，哎，我也感到很受鼓舞。那么来到这儿呢，也就是用自己的亲身感受来把这一切呢，用我的相机呢记录下来，然后把这样的一个信息传达给我的朋友，传达给我的就是中国的朋友，那么让他们知道。这个大战之后的一些情况，也让他们从中学到大灾来了之后我们应该怎么去逃生，怎么去回避灾难，怎么在这个灾难当中重新建立自己的家园，这样的信心，所以说这次来我觉得感受还颇多的。应该在教育、文化、艺术这几个方面应该更多的接触，更多的交流，互相促进，因为互相学习各自好的一些经验，使自己的各自的文化呢得以发展，所以我们之间的这种交流是特别有益的。那么每次合作我们都增进了彼此的友谊，我们彼此的感情也都在加深，我也希望这种合作和这种感情呢能持续下去，能做更多的对两国人民更有益的事儿。
这是我们的最好的愿望和结果。